はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の公民、より良い地球社会のためにをお送りします。で、前回は文化、そしてね、地球環境問題やりました。で、その時の最後にも言いましたけど、今回のこの動画で公民の動画は最後になります。で、最後はね、まあ、このタイトルでやっていくんですが、穴埋めは6問です。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、読んでね、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、説明しながら穴埋めやっていくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番の方から穴埋めやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずね、まあ、地球の話なんで、地球全体でいきますけど、地球全体では、すべての人がね、食べるのに十分な食料が生産されてるんです。で、実はこれ恥ずかしい話なんですけど、俺この公民のね、動画を撮るためにも勉強するんですけど、勉強した時に初めて知りました。そう、これどういうことかっていうと、地球全体で生産されてるものを集めていったら、人口のその分を賄えるだけの食料があるそうなんです。なんだけど、発展途上国、つまりまだ発展してる途上の国ね、まあ発展しきってない国の6人に1人があるものに直面しています。で、これ何に直面して、これ教科書通りにちょっとね、書いてしまいますけど、それが、あ、書き順間違えました。飢餓です。飢餓と言います。で、飢餓っていうのは、例えばもう食料が足りないとか、それによって栄養失調が起こったり、飢え死にをね、してしまったりすることを飢餓と言います。6人に1人ですよ。なので、みんながね、学校行ってる子はクラスに何人いるか分かんないですけど、もし30人、のクラスだったら、5人に1人、いい。だクラスに、あ、クラスに5人か、の人が飢餓で飢え死にしてしまったりする状況にあります。世界で言うとね。いいかな？そういう状態にあると。で、なんでそんなことが起こるかっていうと、その根底にはやっぱり埋まらない経済格差があります。発展してお金がある国、発展してなくてお金のない国っていう。で、お金のある国は、あり余るほどの食料がある。これは日本もそうです、基本的に。だから、あり余ってるから食べ残しを捨てれるでしょ、簡単に。でも、そのね、食料が足りない国は食べ残しなんてないからっていう。だから、本当は全ての人が食べるのに十分なんだけど、偏りができる。ね、経済格差のせいでね。で、その経済格差にも種類があって、その中でも、先進工業国、これ先進、進んでる国ね、日本もここに入ります。と、発展途上国との経済格差のことを、ほにゃらら問題。先進工業国と発展途上国の問題を南北問題と、ちょっと引いておきますね。先進工業国と発展途上国、南北問題です。で、これはもともとですね、先進工業国、進んでる国が北に多くって、発展途上国が南に多かったので南北問題と言われるようになりました。で、最近出てきたのはもう一個、この発展途上国、途上ね、途中の国、その中でも経済格差が広がってるんです。同じ発展途上国なんだけど、例えばアフリカ大陸あるでしょ？のサハラ砂漠より南、だからアフリカ大陸の南の方です。ここはものすごい貧困な国が多い。貧しい国がね。でも、途上国の中でも最近のアジアですごい勢いが出てきてる国とか、あとは原油が取れる国、石油とかね、原油が取れる国っていうのはやっぱり発展しているので、途上国の中でも。だから、発展途上国の中でもできてる経済格差のことを、南をダブらせます。こっちは南南問題と言います。いいかな？2つ種類があるので名前覚えておいてください。で、ちょっと同じ答えなんで、ね、一回書きますね。で、その飢餓ですね、飢え死にとかしてしまう、食料が足りなくてね、飢餓も含めて、例えば核問題、核兵器の問題ね、あと前回やった地球環境問題、そして結構前にやった紛争、まあ、戦争に近いものね、紛争とか、私たちが住む地球にはまださまざまな問題が混在、今ある状態です。いっぱいある問題、ここに書いてない以外でもね。で、こういう問題にはそのね、国境を越える問題です、ね、私たちのこの国だけの問題ってわけじゃないから、世界的な問題なので、国境を越える問題にね、取り組むためにも、ほにゃららでかっこ社会が無秩序、噛んだ、ごめん、無秩序にならないように秩序を作ろうとする動き、これが大切です。で、この動きのことをカタカナで、ガバナンスと言います。
ガバナンス。で、これね、社会が無秩序にならないように秩序を作ろうする動き。簡単に言うと、最低限のルールを作ってみんなで守ろうよっていうことです。で、この社会が無秩序になるってどういうことかっていうと、これもルールがない状態。何してもいいよっていう。だからすごい例えが悪いですけど、みんなが生活してる中で、例えば犯罪していいですよって。まあ、極端に言えば人を殺してもいいんですよっていう、そういう状態ですもん。無法地帯です、無秩序っていうのは。でもダメじゃん、そんなん絶対に。だから、そういう風にならないように秩序、ある一定のルールを作ってみんなで守って、で、取り組んでいこうって。そういう動き。それがガバナンスです。で、それが大切で、そのためにもね、私たち、まあ俺も含めて私たち一人一人が、ほにゃらら市民であることを忘れないようにし、これ何市民かっていうと、これ言葉があって、地球市民と言います。これは地球に住んでる、みんなが地球に住んでる人なので、例えば、このなんとかっていう地域に住むとなんとか市民って言ったりしますけど、地球に住んでる一人の人だっていうことで地球市民です。で、あることを忘れないようにして、そして人間がね、一人一人の生命、命とか人権を大切にすべきだっていう、ほにゃららっていうのを意識して、いかなければなりません。で、このね、人間一人一人の生命、命、人権を大切にすべきっていう考え方のことを、これも言葉があります。これをね、人間の安全保障と言います。いい？で、これを意識する。みんなが、だから人、みんなが周りの人の命とか人権を大切にしていこうって、そういう意識を持っていこうっていうことです。一人一人がね。で、そういうことが、ね、叶っていけば、より良い地球社会になっていくだろう、というふうに言われています。いいかな？では、今回は社会の公民。より良い地球社会のためにというタイトルでね、お送りさせていただきました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。そしてね、最初にも言いましたけど、公民の授業はこれで以上となります。全部で何本だったろう？40数本 ?50 本ぐらいなのかな？本当にね、ここまで見ていただいてありがとうございました。いろいろ科目も揃ってきましたけども、まだまだね、取らなきゃいけないものたくさんありますので、今後も頑張っていきますんで、もしよかったら、他の科目とか、これからね、なんだ、アップしていく動画の方も見ていってください。よろしくお願いします。では、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。